にちは、みよとです。本日はこんなものを見つけました。懐かしクイズ。昔吹奏楽部だった人にしかわからない問題。昔の人ってことは今現役の子にはわからないクイズってこと？ちょっとわからないんですけれども、こんなね面白いサイトを見つけたんで今日はやっていこうかなと。言うても僕もね、あの現役引退してから7年くらいが経ちましたからね、もう懐かしの人間と言っても過言ではないと思います。早速やっていきましょう。さあ、9.1 ダメ金とは、代表に選ばれなかった金賞、あと一歩で逃した金賞、金賞受賞団体がなく銀賞から選ばれた代表。これどうなんでしょうね。なんか昔と今とで意味が変わっているとかそういう感じだったらややこしいんですけれども、まあ、とりあえず代表には選ばれなかった金賞だと思うんですけれどもね。おー、正解。ダメ金イコール、代表に選ばれなかった金賞と。吹奏楽のコンクールは金賞を取れたからといって、上位大会に進めるわけではありません。次の大会に進める枠より金賞を取った団体の数の方が多い場合に、選ばれなかった団体が取った金賞をダメ金と呼んでいますと。2問目、吹奏楽のチューニングで多く使われる音はと。ツェーデーベーこれ問題の並べ方もどうかと思うんですけれどもね、いきなりベーに飛んでおかしくないですか。ベーでしょ。はい、正解ですね。トランペットやクラリネットなどをはじめとした米管の楽器が、多いことが理由ですと。3問目、夏にホルンの人が困ること。あら、これ俺ホルンパートだからわからないかもしれない。あら、4択ありますね。左手が黒くなる、色の問題色の問題。右手が赤くなるってなんか内出血起こしてんじゃん。ベルの中で何が起きてんだよ。はい、緑色になると。はい、正解。6章というサビで、楽器の金属に含まれる銅の成分が酸化したものですということですね。なんか今現役の子でも分かる問題が多い気がしますね。シルバーポリッシュはいつ使うもの。楽器に汚れがついている時、楽器のメッキが剥がれた時、ウォーターキーコルクが劣化した時。俺シルバーポリッシュとか分かんないんだよな。待って、俺打楽器だから本当に分からんぞ。多分1番か2番だと思うんですよね。ポリッシュ、ポリッシュ、あれメッキが剥がれた時にそれを使ってどうすんのって話な気がするんだよな。楽器が汚れてる時じゃないの。あ、正解、びっくりした。楽器に汚れがついている時に使うものと。楽器を扱うとどうしてもついてしまう手垢や指紋などの汚れを取り除くために使いますと。研磨力もあり光沢を得ることもできます。5問目ですね。吹奏楽で使われる、転ぶの意味は。ああ、なるほど。ああ、これは面白い問題ですね。多分吹奏楽部じゃないとわからないと思いますね、逆にね。半音低い音を出してしまうこと、出だしのタイミングを間違えてしまうこと、速いテンポで演奏してしまうこと。速いテンポで演奏してしまうのは多分走るなんだよね。半音低い音を出してしまうことは何て言うんだ。これわからんな。多分真ん中ですね。出だしのタイミング、待って、指のコントロールが効かずにテンポが乱れた演奏になってしまった時に指が転んだなどと使われます。なんか僕の中のその転ぶっていうイメージは、速いテンポで演奏するっていうよりかは決まったタイミングからちょっと速くなってしまったみたいな、要するに本当に出だしを間違えてしまうみたいな、ちょっと伝わっているかわからないんですけれども、そういう認識だったんで、そっか、これは単純に自分のミスですね。納得いかないけど、そうか。まあまあ、多分僕の単純ななんか知識間違いだと思いますね。ごめんなさい。バリチューはチューバと何の組み合わせと。トロンボーン、UFO、トランペット、コントラバス。チューバとバリだから、いや、でもこれはコントラバスでいいんじゃないの？UFO とチューバ、アンサンブルでよくある組み合わせで、ユーフォニアムのことをバリトンとも呼ぶためそう名付けられています。俺バリトンとチューバかと思った。バリトンサックスとチューバね。まあ確かに、そっか、コントラバスとチューバっておかしいか。普通 UFO とチューバか。バリチューとかはよく聞いていましたけどね、完全にバリトンサックスとチューバのことかと思ってました。これも完全な僕の知識覚えのミスですね。はい、次。DC がついていたらどこまで戻ると。あれ、ダカーポ、ダカーポでしょ。ダカーポがついていたら、あれどうだっけ。ダルセーニョとコーダに関しては全く関係なくね。ダカーポ、曲の始めじゃない。曲の、待って、どこまで戻るって言って曲の終わりに戻るっておかしいもんな。曲始めじゃない、普通に。よし。おー、びっくりした、びっくりした、不安になっちゃったわ。
次ですね、次の写真の矢印部分の名称、あ、メトロノームのいわゆるあの重しの部分ですね。そもそも読めねえ。え、普通にテンポの調整してるからこれ超じゃないの？あ、違うんだ。え、これなんていうの、流水テンポを設定するための重りですと。なんか僕石とか重りとかで覚えていたんで、流水ちゃんとした名称は覚えていませんでしたね。まあ、もしかしたら知っている人がほとんどかもしれないんですけれどもね。はい、次、9番、裏側にある左手の親指で押さえるキー、正しいのはと、1、オーボエやサックス、2はクラリネットのことですね。オクターブキー、レジスターキー、まあ、逆になってるだけですね。左手の親指でしょ。あー、わかんねえ、本当にわかんねえ。待って、サックスを思い出せばいいんだろ。オクターブキー、どうだったっけな。サックスってあれだよね、リコーダーと同じ感じなんだよね。あれがオクターブ、待って、オクターブキーか。あれオクターブキーってどこにあったっけ。あー、完全に忘れてる。オーボエ、サックス、クラリネットの人は簡単にわかるんだろうな、この問題。なんで打楽器の問題出してくんねんだよ。てか懐かしいとかの問題じゃねえ、これはパートの問題だよ。1番な気がするんだけどな、違うかな。あー、よかったー。オーボエやサックス、オクターブキー、クラリネットはレジスターキーと、左手ね。なるほど、目覚めるわ。10番、コルクグリスは、何と間違えやすい、ウェットティッシュ、リップクリーム、歯磨き粉。なんだこの問題、リップクリームじゃね。いや、意味がわからん。どういう問題。あなたは10問中7問正解、吹奏楽をやっていた人レベルですと。自分の楽器以外には、あまり詳しくないタイプです。勉強していきます、すいません。まあ、これ動画でやっちゃったんでね、このサイトで問題やるとほとんど分かってしまうので、皆さん確実に10問取れるとは思うんですけれども、こういうサイトね、もしかしたらまだまだたくさんあると思いますんでね、よかったら探してやってみてください。吹奏楽動画やっている身としては、ちょっと7問っていうのは恥ずかしい結果ですね。できれば10問答えたかった。もっといろんな楽器のことについてのね、動画出していきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。